はい、どうもしです。今日もオリアカの動画撮っていきます。今日はね、カコートンの動画になります。まあ、もともと対戦ランキングで戦ってた時に、俺の基本的な順位、基本的というか、まあ、アベレージ順位で言うと、まあ、35から、まあ、50の間ぐらいを行ったり来たりしている感じなんだけど、今回ね、9月1日に追加されたカコートンの玄武を、つけるとめちゃめちゃ順位が上がったので、こいつやっべっぞっていうのをね、ご紹介できたらなというふうに思っております。はい、で今の順位なんだけど16位です。これちょっと上振れしてる位置にいるんだけど、もともと20位ぐらいだとなんか勝手に上がってて、まあね、どういう試合になりますよみたいなのをね、ちょっとお見せしようかなと思います。この辺がちょうど良かったんだな。はい、ムバイスクでいいかな。これ女子パね、ちょっと前にも上げたんだけど、あれちょっとテストサーバーでもらった動画なんで、これの方が実戦っぽくていいかなと思うんで、これで見てってください。これかこれじゃないねこれじゃない、こっちかな。あ、こっちだね。カコートンがねバチバチにカバーしまくるのね。やっぱり両武器と大凶相手にかなり働いてくれるなっていう印象ですね。これ相手ちょうどいい感じに格上なんで、あ、倒しちゃったよ倒しちゃった。強すぎるよ普通に、パワーがありすぎるっていう。ちょっとごめん、単純にパワー勝ちしてるわ。戦うかもうこれどう、6000万アップだけど相手勝てないか、さすがに勝ちて取れ高をくれ無理に勝ってるけど、でもね、しっかりカバーしてくれるから、で HP が 70%、40%、10% の時にもシールドが発生するし、俺の場合は毎回副牛もつくので相当硬いんですよね。他の編成とかに、編成っていうか、ね、パーティーに比べると、で防御重視にしてるので、ただだらつくんですよね、どうしても。それだけが欠点なんだけど、俺の編成の。ここから宗神を陰気に変えるとより強くなるかなっていう。もうね、何よりね、カコートンが回復枠なんですね。本当に見ればわかると思うんだけど、こいつがこのカバウスキルを発動した時に、味方の HP が低いやつに HP を回復させるっていうスキルが持ってて、自分がねもちろんかばって食らってればその分回復するし、他のが食らってたら回復させられるっていうことで、もうあっちゃこっちゃ回復させる。なんかいい時は8000万とか回復させるんで、カコートンだけで。いやーもう強すぎちゃってね、カコートンが。あ、ちょっと待って、これ勝てないじゃん。終わりですねダメみたいですね。誰が決めたんだよ。でも6000万相手に、うわ、もう1億超えてるもん回復量。はい、まあ今のは負けちゃったけど、まああんな感じでね、結構っていうかめちゃめちゃ働いてくれるので、はい、ぜひ使ってください。こういうのもね、結局カバーしてくれるから飛ばすけど、ダメージのところだけ最後見ると、はい、もうね、まあ、カッカーは一回置いといてください。こいつは自分しか回復しないから。カコートンが5000万をね、みんなに回復させ回ってるっていうのはね、かなりタンクとして優秀なので、カコートンか宗神どっちかは多分今後入ってくるかなと思うんだけど、しばらくの環境で。ぜひね、俺としてはカコートン推しなので、皆さんもし持ってない人いたらカコートン。
獲得するようにしてみてはいかがでしょうか。というわけで今日は加工トンの原文紹介でした。ありがとうございました。